どうも竹次郎です。先日ですね、僕の友達がある商品をね名指しして、これ美味しいの？どうなのこれ？っていう僕にメールで送ってきたんですけど、ああそれ食べたことないな、こんなん出てんだ今ってことで、今日はそちらの商品をねレビューしてみたいと思います。グータデミハンバーグ麺。このグータシリーズからデミハンバーグ麺ってね、なんすかそれっていう麺が出てしまいました。前ねこの動画で豚角煮麺をね紹介したんですけど、そのグータシリーズから新しく、出たデミハンバーグ麺ね、これ今日は食べてみたいと思います。では開けます。ハンバーグ麺でしょ、だってハンバーグ、あわあ、これ僕の親指と比較なんですけど、ハンバーグが入ってました。厚みもね結構あるんですけど、これねフリーズドライになってます。こんなのね麺の上にゴーンって乗ってました。はい。でね、前回は角煮にお湯をかけるのがちょっと足りなくて、角煮が十分にねお湯戻しできてなかったので、今日はハンバーグにねゆっくりお湯をかけて戻していきたいと思います。カロリーは442キロカロリーですね。これハンバーグの上にこう、ね、ちょっと待って、ハンバーグボロボロになってきた。ちょっと待って、これ以上ハンバーグにかけるのは危険。ハンバーグにお湯かけたらボロボロになったので、ちょっとねハンバーグにこれ以上お湯をかけるのはやめました。はい、これで5分待ってみましょう。さあ5分経ったのでね、ラーメンちょっと見てみましょう。今回のはね結構いいかも。あでね、スープをね下から混ぜるとデミグラスソースっぽい感じに、ね、なるみたいですね。ハンバーグは結構柔らかくなってますね。では食べてみることにしましょう。ではまずねハンバーグからいただいてみましょう。これねいただきます。デミグラスソースのハンバーグ、ハンバーグにちゃんとなってました。おーすげえこれ。あねちょっと最初冷凍焼けみたいな感じで、あれなんか美味しくないのかなって思ったんですけど、いやそれはどうやら違ったようで、デミグラスの感じがね結構出てますね。だけどねハンバーグの食感はあんま良くないです。どっちかというと肉肉しくギュッとなってるハンバーグよりはなんかねボロボロになっちゃう感じ。でもね美味しいですよ。でもこれ結構好き嫌い分かれるかもな。でもすごいねちゃんと再現されてますね。再現されてるっていう点では結構いいかも。じゃあ麺もねいただいてみましょうか。ちちちノンフライ麺です。この麺で良かったのっていう感じですね。麺とスープはね結構合ってるんですけど、麺がストレートだからかな、あんまり絡んでないですね。なんか麺だけ独立しちゃってるみたいな感じがしますけど、でも麺はいるのかなっていう感じ。美味しくないわけじゃないんですけど、麺は必要だったのかっていう感じですね。あこれねスープねご飯入れて食べたらねなんか美味しいかも。いつもそっちの方向の考えをねしてしまうんですけど、僕はね。はい、ということでね、グータのデミハンバーグ麺を今日は紹介しましたけども、これね今コンビニでね230円くらいかなって、売ってました。スープはねすごく美味しかったです。コク深いしね、あとねハンバーグもフリーズドライにしてはねよく頑張ってるんじゃないかっていう感じですね。むしろちょっと美味しかった感じです。で麺はノンフライなんですけど、麺は必要だったかっていう感じですね。まあでも一緒に食べるとね結構美味しかったので、まあ総合評価的には5段階中 3.8 ぐらいかな。
4までいかないけど 3.5 以上はあるっていう感じでした。またちょっと新しいねグータシリーズ出たらね、食べてみたいと思いますんでね。前回の豚角煮目がすっごい美味しかったので、なんかちょっとあれっていう感じでしたけど、でもね美味しかったです。ということで今日は日清グータデミハンバーグ麺をご紹介しました。したっけね。グータのデミハンバーグ麺のスープが美味しいということでですね、ご飯入れたら美味しいんじゃないかっていう話をちょっとしたんですけど、ご飯ね入れてみました。なんか、ね、見栄えはあんまり綺麗じゃないんだけどね、こんな感じですね、はい、ちょっといただきます。あうまっ。ビーフシチューの中にご飯入れて食べてるみたいな感じですね。わあ、これスープ超うめえ。そういうジャンク的な食べ方もこれはおすすめです。ご飯大好きな人はぜひやってみてください。以上おまけでした。バイバーイ。